はい、相模原市立青根原グランドでございます。ここに車を止めさせていただいて、あそこ焼け山目指してみたいと思います。はい、駐車場出まして国道413号線道志道を焼け山の方に向かって歩いております。焼け山11年前ですね、かれこれ11年前に一度登っておりまして、その時は、霧柄山登山口、昼ヶ岳青根ルートですね、そこから、登ったわけでございますが、今日はこちらの方から登ってみたいと思ってる次第です。遥か前方に神奈川県最高峰昼ヶ岳の山頂が見えておりますが、はい、こちらです、登るのは。ちなみにこちら側の登山口っていうか駐車場の問題がありまして、11年前は、霧ヶ山登山口の方から登った次第なんですが、最近の情報によりますと、先ほどのグランドですね、あそこの駐車場から登れるというようだったので、はい、チャレンジしている次第でございます。ということで最初の横断歩道ですね、最初の横断歩道反対側に渡ります。あれが旧道です。旧道入っていきます。はい、旧道、はい、来ません。ワーゲンバスが止まってますよ。ワーゲンバス山梨58って相当ワンオーナーのワーゲンバスなんでしょうか。もったいないね。放置プレイでございます。はい、はい、第一村人発見でございます。第一村人発見、手作りと尾崎職員です。I love you 今だけはの尾崎さんですね。違います。古いですね、古いです。尾崎豊。はい、出発から13分で神社です。でトイレがあそこにあります。トイレあそこにあります。昭和のトイレですけどあそこにあります。はい、10年以上前ですとここに泊めて焼け山に登ったという記録がいくつかあるんですけども、あったんですけども、基本ここは管理者以外駐車禁止になっておりますので、はい、登山者の駐車はご遠慮くださいという感じでございます。というわけで、あそこに焼け山登山口バス停があります。はい、とりあえずす諏訪神社なんでしょうか、お参りしていきます。はい、ということでしっかりお参りしました。ご挨拶しまして、焼け山登山口でございます。焼け山登山口バスが、おお、平日が 1,2,3,4、 平日は1日7本。はい、うわー、土日休日1日2本です。うわー、恐ろしいやでございます。お参りやトイレでちょっと時間かかりましたが、出発から20分ですね。はい、ここに土俵がありまして、はい、焼け山行きます。 500m 先林道から登山道に入るんですね。そのまま林道を直進しても合流できるらしいんですが、かなり荒れてるとかっていう話を聞いたことがあります。はい、500m 先右に折れるようです。正面はダートで左がアスファルトなんですが、あ、左は個人宅です。はい、このままダートの林道を進んでいきます。はい、普通車がギリギリ通れるような幅の林道が続いております。はい、というわけで橋がありますね。橋です。
これなんて書いてあるんだろう、なんて書いてあるんですか。読めないんだ読めない、はいはい、ああそうそう、あのネット情報だとこの辺に 2,3 台車止められるよなんていう、はい、話を、あの書き込みを見たことがありますが、キューブ携帯並みの料金で買えるという、あ、料金じゃない、携帯並みの支払いで買えると、はい、コマーシャルされたキューブですね。こっちがポポ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 ポルテですね。完全に放置ですね、放置。ロレツが回っておりますね。ちょっと寒さでロレツ回って、うわすごいな、誰かの、え、違う、リクライニングか、誰か乗ってるのかと思って、ちょっとびっくりした。いやこれ何、上位ナス、相鉄上位ナス店、会社の車を捨ててありますわ、すごいな、はい、でございます。はい、出発から29分でですね、ここで、右の方入るんですね。このまま真っ直ぐ行くとなんか相当な悪路だっていう、今から15年ぐらい前の記事でもそんなこと書いてありました。はい、焼山 3.4 キロでございます。そう、15年ぐらい前の記事でも泥だらけになって急坂登ったなんて話を聞いたことがあります。あ、見たことがあります。しっかり整備されてますね。さすが東海自然歩道だけあります。はい、ちなみにあのご覧いただいてお分かりのように熊鈴つけておりません。持ってはいるんですけど鳴らしておりません。はい、まあ一時ね熊鈴鳴らして歩いたこともあるんですけど、鳴らさない方が個人的にあの周りの物音とかがよく聞こえるんで、はい、なんとなく安全なのかななんてね、草がカサカサとか言っても、聞こえるもんですからでございます。はい、はい、あくまでも個人的な見解でございます。はい、もう一本のルートと合流ですね、ここで。はい、合流しました。出発から33分ですね。登山道入って、4分でございます。合流しました。400メートルを4分、うそー、嘘だ嘘だ、そんな早く歩いてないでございます。はい、これ山と高原地図、高原地図石畳と書いてありました。本当石畳ですね。はい、東海自然歩道焼山でございます。こっち行っちゃダメようです。でもこれ雨上がりは怖いですね。雨上がり絶対ぬるぬるつるつるでございますよ、でございます。石畳の道が終わって普通の山道になりました。しかし静かです。鳥の鳴き声すら聞こえません。また道標出てまいりました。焼山まで 2.8 キロ、うっそー、さっきから200メートル、出発から50分、21分で200メートルって何なんだそれ、ありえねえだろうが、はい、出発から52分、すごい、すごいというかやや開放的な場所になりました。いやー、先ほどまで樹林帯のど真ん中だって、ど真ん中だったんで、はい、我が人生のように閉塞感漂ってました。ちょっと明るい感じですね。はい、登山道に入って延々登り続けております。いやー、我が人生にない登りでございます。人生に登りがあったら今頃こんな動画は出していないと思う私でございます。ちょっとした展望ポイントです。あの辺から歩いてきました。あの辺からベンチがあります。ベンチ、出発から1時間2分ですね。1時間2分でベンチあります。焼山まで何キロでしょう。2.1キロ、2.1キロ、先ほど 2.8 から、13分、900メートルを13じゃないや、700メートルを13分、ありえねえ、なんだこの距離。落ち葉が結構堆積してるんで
上りもそうですが、下りちょっと怖そうですね。特にあの石畳の上の落ち葉は要注意ですね。石畳で尻もちついたらやばいっすよ、やばい。出発から1時間16分、ようやくあのこう植林から天然林の、場所になりました。いや天然林いいわ、この時期明るくて。植林、いやこれ間伐してない植林だからもう薄暗いの何のですよ。結構きつい登りになりましたけど、出発から1時間22分夜景は 1.5 キロ、さっき 2.1 キロでしょ。600メートルを19分、600メートル、あそんなもんだ。やってみた。霜です。霜ネタだよです。はい、いやえらいキュートになって、はい、縄が出てきました。縄、金箔プレイです。縄出てきました、縄。これ、下り用ですね。上りじゃなくて、下り用。下り用でございます。いやすごい、結構な、急斜面でございます。一応、丸太階段作ってあるんですけど、はい、ほぼ埋もれてます。ペースが落ちます。いやー参ったらすごいわこれ。さすがロープ使わないと登れない、すごい急斜面になりました、はい、いやいやいやすごい、なんか地面が目の前にあるという感じです。はい、なんか書いてあります。新設12基5基はい、丸太階段ですね。 1,2,3,4,5 5基作ったということですね。ありがとうございます。当初12基作る予定だったのが5つで済んだとかって書いてありました。ありがとうございます、はい、小さな親切、大きな迷惑、丸太階段でございます。いやーここ下り怖そう。これ落ち葉すごいし、正直あのロープ捕まってないとね、後ろにひっくり返りそうになります。はい、でございます。ちょっと傾斜緩んだと思ったらここ登るんですわ。いやすごいさ、はい、いやこんな道だとは思いませんでした。あの霧柄山登山口の方からも、まあ、急登はあるんですけど、まあ、こんな感じロープ捕まりながらなんてなかった記憶なんですが、はい、11年前の記憶なんで、はい、自信はないです、はい。動画撮影してるんで、帰ってから、チェックしてみたいと思います。11年前の動画チェックしてみたいと思います、はい。うわあそこから登ってきました。あそこにね、はい、車を止めたグランドが見えるんですよ。いや随分歩いてきました。これは巻くのかなと思ったら乗るんですね、潮根にね。真ん中に乗りました。はい、このままずっと尾根一直線になるんですかね。いやー 見た目よりも結構きついですよ。でこっちはこれは植林かな、自然に生えたヒノキではないですよね。植林でしょうね。はい。はい。お、なんかここで崩れてんですね。危ないようのロープがかけられて、貼られております。はい。夜景山まで 1.2 キロ。はい。出発から1時間41分。ちょっと待って、計算できない。さっき300メートルのとこから、22分、300メートル、22分ですか。ありえねえです。まあ途中あの金箔プレーの急坂がありましたけど、300メートル22分、
なんじゃらほいですよ。そんなもんか。きつかったもんね。立派な木ですね。立派。ご立派でご立派。ご立派です。はい。細いお姉さんになりました。あ、松ぼっくり。いっぱいです。松ぼっくり。でございます。お天道様、どうしたのよ、今日。晴れる予報だったんじゃないの、お天道様。でございます。はい。尾根の右側を、道が巻いております。はい、尾根あんな上です。はい。尾根の真ん中はあんな上か。ここ尾根です。尾根の真ん中はあんな上です。いやー、全然進みませんわ。なんか距離表示にね、距離表示に騙されてるようでね、戦意喪失しております。でございます。まだ紅葉してます。はい。です。上に出るようです。はい。こっから歩いてきて、尾根の上に出るようです。半夜がね、なかなか動きません。いや、もっと早く動かしたいんですけどね、これ以上動かないです。あそこ歩いてきたんですよ。あそこすんごいとこ歩いてきましたよ。こっちもなんか踏み跡っぽいのが見えますけど、気のせいか。はい、尾根の上に乗りました。目の前に恐ろしい、急斜面が見えているんですが、道を右を巻いてますね。そうですよね。これ正面の急とは、急斜面は、ちょっと、人間技では登るのは大変でしょうね。これですもんね。まあ巻きますよね、これね。いやー、巻いてますけど、あそこも巻いてるんですけど、巻いてる道も結構きついですよ、これ。しかも下りが怖いね。この急だか。下り怖いですよ。ずるっと来そうで、めっちゃ怖いんでございますが。いやー、ちょっとがれた場所になりました。すっごいですね。がれた場所ですけども。ここは、あっちには行かないんで、どうすんだ。あ、これ登る？あれ、道が。わからないですね。道がよくわかんないですよ。あれ？はあ、そこ左か。てっきり道が崩壊してるのかと思いましたけども。はいはいはい、ここ左なんですね。で、あの上乗るの。いやいやいや、すごいわ。はいはい。こちらでございましたね。うわ、すごい道だわ。一応整備していただいてるんで、はい、ありがとうございます。つづら折りで尾根の真ん中に、乗ろうとしております。こんな感じでずっとつづら折りで歩いてまいりました。あの谷底の方から歩いてきたんですね。いやー、やっと一息つける道になりましたけども、はい、まだまだこの上上がるんでしょうね。これで尾根の真ん中に乗るような感じでもない。まだ右ですね。尾根の右です。はい、まだつづら折りであの辺まで上がるようですね。はい、はい、つづら折りでひたすら歩いて、ようやくあの稜線の上に、稜線の真ん中に、稜線の真ん中じゃないや、尾根の真ん中に乗れるよう、乗れるようです。はい、結構、バテバテです。あの、アキレス腱付近が痛いです。いや、結構な急登でした。はい、これで、はい、尾根の上に乗ったんですね。乗るんですね。乗ったんですね。はい。はい、はい、土俵見えてまいりまして、焼山頂上って書いてあります。
発から2時間10分、2時間10分です。焼山頂上書いてありますよ。で、はい、西野の 3.6キロ、姫継ぎ 5.1 キロでございます。焼山頂上行きます。はい、山頂直下がまたきついんでございますわ。はい、縄が出てます。縄が出てますよ。はい、おテントさんはちょっと機嫌良くなりました。あー、津久井湖が見えます。津久井湖、津久井湖ですよね、多分。あら、登ったかと思ったら平坦な道になりました。平坦な道になりましたよ。はいはい、あのテンポット確か昭和42年、1967年の、はい、建設だったと思いますけども、はい、もうかれこれ67年だから56年前になるんですか。はい、すごいですね。今から、おー、展望です。はい、もうそんな昔からここの山は登山者に、登られてたんですね。あんな展望塔を作るほどやっぱり登山者が大勢登られてたんだなと思う次第でございます。あれ、展望塔の周りロープを張ってあるんですよ。展望塔は金箔プレーされてますけど、いや、上がっちゃいけないんですか、これ。もしかして老朽化で上がっちゃいけないことになってるんですかね。それはないでしょう。はい、出発から2時間17分。はい、焼山、千何メートルだったかな、千何メートルでしたっけ、登頂でございます。はい、昭和42年5月15日です。1059メートルです。1059メートル、焼山登頂でございます。展望塔の上です。これベコベコです。重い人が乗るとこれ多分抜けるんじゃないですか。 あそこなんかボルト外れてますしね。怖いです。ベコンベコンです。えらい怖いでございます。出発から2時間22 28分、下山します。寒いです。はい、出発から4時間5分、焼山山頂から1時間37分ですね。焼山登山口バス停です。戻ってまいりました。とりあえずまた下山のご挨拶をしたいと思います。
はい、出発から4時間39分買い物しちゃったんで、途中高木商店だったかな、あそこで買い物したんで遅くなりました。はい、無事グランド駐車場戻ってまいりました。本日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしく。愛しゅー。